百日相族は、菊花の族。学名より、ジニアとも呼ばれる。約15種が南北アメリカに分布し、その中心はメキシコにある。カシミール・ゴメスでオルテゴが、マドリードのビュート公爵夫人に送ったのが、ヨーロッパでの最初の紹介であった。この時には、青紫の一重先の花がついた。その後1829年に、赤が、 1832年に白が開花した。八重崎はフランスで作り出された。一大後輩種が作られたのは1963年にアメリカで作られた品種、ファイアークラッカーが最初。俗の学名はドイツゲッティンゲン大学の医学、植物学教授だったヨハンゴットフリート人にちなんだものである。同族植物は20種近くあり、一年草、多年草とは漢木のものがあるが、 日本で作られているものは、すべて一年草である。一年生か多年生の草本が多く、一部は低木的になる。葉は多くは耐性で、輪生の種もある。普通は、傭兵がなく、葉の縁は滑らか。枝先に、単独でつく。登場果樹は外側に絶頂花があり、これは、メス性、内側に筒状花を、多数つけ、こちらは良性。このいずれも年性がある。 双方は釣り金型からほぼ円形で、双方辺は三列から多列。痩せは三角形から扁平なものまである。草丈は百日草では六十センチメートルから一メートルくらいになるが、細葉百日草では三十センチメートル足らずである。茎は直立し、葉は防水型で耐性する。頭花は短なし、褐色は非常に豊富で赤、オレンジ、黄色。 白、ピンク、藤色などがあり、福色花もある。家庭園芸において、種から作るものとしては、最も強権で、作りやすい草花の一つである。発芽温度が高いので、東京付近でも4月下旬から5月頃に巻くのが良い。ダリア咲きのように、1袋の種の粒数の多いものは、花壇に直接巻いてもいいが、蜂や育病箱などに、市販の園芸用土を入れて、巻き、 5ミリメートルくらい複土しておくと、数日で発芽する。カダニエの定食は、株間を25センチメートルくらいにする。日向、または半日陰で、排水の良いところであれば、病虫害も少なく、7月から11月頃まで、文字通り100日、異常花が楽しめる。種ができる品種が多くあり、翌年以降は未生で楽しむことができるが、未生苗は、自家受粉の株であっても、 親と同じ花になるとは限らず、多くの場合、親株とは違う花色になる。家庭での仏花の時給用に多く作られ、また、性質が丈夫なので、学校花壇などにもよく植えられる。メキシコ百日草の Y 生系品種は、鉢植えやプランターでも作ることができる。他の植物と異なり、粉砕により葉の単細胞が容易に分離できるという、性質があるため、 実験生物として用いられている。ありがとうございます。